毎度、高菜フィルムの高です。かなつんです。今日は、はい、野上再現レシピ。パー、こっちから野上さん、はい、これがおうち野上、パナソニックので、失敗してるじゃねえかって言われそう。失敗じゃないの、あの寝過ごしたんだ。寝過ごしました。完成してからあの寝過ごして、ホームベーカーになんか入れたらね、こんな感じで頭しぼんでくるのね。柔らかい、そうそうそう、冷やさないと、うん、しまなんか美味しくなさそうになったけど、うん、そう、これを食べ比べです、ね、そう、食べ比べで、あったかいまんま食べるとそこまで似てないの、実は。あー、で、冷やした状態で食べたら、うん、どこまで寄るのかな。はい、でやっていきます。はい、で、それぞれの工程なんですけども、パナソニックさんが出してるレシピ通りに、はい、うん、それを入れてパンドミっていうモード、パナソニックのホームベーカリーパンドミっていうのがあるから、うん、そのモードで焼いております。はい、うちらのやつはこれですけども、うん、オリジナル調合で、オリジナル調合。ただね、ちょっと失敗したのが練乳入ってたよ。練乳がね、そう、今見たら野上さんのここに練乳って書いてあるんで、うん、練乳入れてた時期もあるんだけどな、そう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 、なんか途中から練乳あんまり関係ないか、うん、みたいな、うん、結構ね、甘ったるくなるね、練乳入れると。うん、加糖練乳っていうのが入ってますね、うん、とりあえず断面見せましょうかね。まずは野上さん真ん中からいっていい？うわ、おいしそう。はい、久しぶりにこういうパンを買いましたね。うん、真ん中からいっていい？はい、うわ、やっぱ冷やしたらいい感じに切れます、うん、そう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 。潰れちゃった。野上さんの断面こんな感じ。おいしそう、細かい。うん、さすが高級パンやな。うん、目の細かい。で、おうち野上さんはこんな感じ。おお、ちょっとやっぱ空気入っちゃうね。まあ手でこねてるわけじゃないからね。そうですね、機械が全自動やから、うん、でもいい感じではない、うん、美味しそう。色がね、ちょっとやっぱ黒くなるんだよね。うん、あの三温糖っていうのを使ってるから、うんうんうん、気持ちこっちの方が白いやんね、うん、うちんちのやつも高菜野上が、うん、ちょっとね、油が固まってくるかな、うん、潰れちゃう。取り出すの遅かったから。何でも言いますが、中がね、あの生地が潰れちゃってます。こんな感じ。はい、ちょっと美味しくなさそうな、うん、そう、見た目はね、三角 山パンみたいな。そうそうそう。失敗した。まあ、食べてみましょう。うん、ちょっとじゃあ、細かく切ろうか。切るとこまで全自動だから、うちのホームベーカリー。やっていきますか。はい。で、試食なんですけども、こんな感じに切っております。ちっちゃく切りました、うん、野上からいくか、じゃあ。やっぱりそうだね、うん、野上から、はい、いただきます。甘ったりくらいね。うん、全然おいしい。うん、おうち野上さん、はい、ちょっと甘いかな。うん、リアル野上より。そうやね、ちょっと甘いね。うん、高菜の野上、こう、本当は失敗。失敗してる。うん、普通出るからな。本当はね、あのちゃんと早く出してください。甘いの、まだ甘い、もっと甘い、もっと甘い、うん、こういくにつれて、うん、野上通り越してしもたわ。うん、おいしい。うん、全部ちょっと再現にはなれへんかったな。再現できたつもりだったけど、うん、で、まあ作り方なんですけども、はい、じゃあ作ります。はい、じゃあまずは強力粉からいきます。250g、うん、本当はね、素材にこだわった方がいいけど、はい、250入りました。じゃあ次が、バターバターかな。
20g、 わお、こんなにいっぱい。いつもね、あのタカさんに内緒で、うん、私は 10g で、あ、本当に。まあ分からんけど、まあ 20g 入れます。はい、ちなみに一応無塩バターがパン作りには、うん、次砂糖 20g、 これじゃなくて、はい、上白糖です。ちなみに公式のガミ再現レシピは3温糖でした、うん、次塩 5g。 これはパナソニックヌチマースかな、ヌチマースのパウダー状のサラサラした沖縄の塩がいいらしいけど、蜂蜜、うん、10g、うん、これイオンで買ったトップバリューのやつな、安いやつ、うん。次生クリーム50、多分ね、この生クリームがミスやと思うんでね、野上さん、はあ、で、お水が140、よいしょ、これをこれをじゃあ入れます。はい、羽根用紙、うん、パナソニックにはパンドミモードっていうのがあってね、はい、このメニュー1っていうのがパンドミやねんけど、うん、メニュー2っていうのが普通の食パンモードになってるから、うん、これでやれば多分ね、他の家庭用のホームベーカリーでも同じようなことができるかなと思います。焼き色を青、青め、うん、俺らこれが大好き、美味しいです、柔らかいですね、うん、やっぱで、明日の朝にできるように調節します。はい、これで OK で、くるくる回るんやけど、こうやってね、食パンモードだから練り、うん、で、この練った後で、タイミングが来たらね、ここにこう勝手にイースト菌入れてくれるモードがあるから、いい時間にね、うん、じゃあイースト菌入れましょうか。はい、赤サフを入れるんやけど、金色とね、赤色がある、金の方がいいんかなと思うけど、うん、なんかね、赤サフは低糖パン用、うん、糖が少なめのパンにいいみたいで、あ、そうなんや、うん、まあ、もう美味しいよ、普通に、うん、では小さじ1/2を、この穴に入れると勝手に、では他の普通のホームベーカリーだったら、この穴がないパターンがあるから、自分でそのタイミングはおのおのやっていただくという感じで、ちょっと遅くてへこんじゃいました。バター減らして、うん、砂糖ももうちょっと減らしたらこっちに近づくかな、うん、で、多分ね、さっきかなちゃん調べてた生食パンの生とは何かっていうので、うん、生イーストを使ってる説、生イーストは、うん、多分そのまま生地に混ぜて、うん、で、ドライイーストはいいタイミングで別、うん、後入れするのかな、うん、生イースト売ってへんな売ってんのかな、自分で作るか、あの溶かす、うん、果物とかについてる酵母とかが似たような感じなんやろうけどね、うーん、まあそこまで手間をかけるのはこのホームベーカリー買ってる意味がないんでそこまでしませんけどけど、うん、野上を超えたいっていうので、うん、高菜野上を、うん、作ったけど、ま、改良してみましょうか、うん、せやね、うん、野上さん、あのお店が店舗をだん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 縮小してて、そうなんですよ、近くで買うのが難しくなってきてね、そうそう、1年ぶりにそう、 あると思ってね、うん、この間買ってきたんやけど、そうだからなかなかこの再現レシピもしにくいけど、ちょっとこの味を覚えといて無理だ、そう、また再チャレンジしましょう、はい、これよりもちょっと甘さ控えめにすればこの野上さんに近づくのかな、うん、ね、うん、弾力はね仕方ないのかな、うん、うんうん、思うけど、そう、まあホームベーカリーの限界やね、そこ、うんうん、でも
すごいですね、パラソニック、うん、そう何様キムケの拍手の仕方やな。キムケ、ワンさんのこと言ってももう、うん、どこのってなる、うん、いや、すごい再現レシピだな、うん、せやね、うん、美味しいですね。まあ本当にこれでこと足りるけど、もうちょっと寄せたいんだったらもう少し工夫がいるかなって感じ、うん、うんうん、でも、うん、案外そんな難しいものを入れてなくて、うん、本当にスーパーで揃うもん、そろそろいますね。他のものにも使える、まあ、うん、イースト菌とかはねパン作りぐらいかなと思うけど、うん、その他のものはバターとか料理にも使えるような、うん、普通のものばっかりだから、うん、いつでも作れるね、うん、ちなみにこの今回作ったこのおうちの紙の指定のそのイーグルの、うん、小麦粉、うん、ではないやつ使ってるから、うん、まあ、それでも割と近くに持っていけるから、そこまでコストかける必要はないのかなと思うけどね。ねえ、もしかしたらそこ変えたら、うん、もっとふわっとしたんかな。あ、夢ピリカ、夢力か、夢力か、うん、あのあれ使ってやったこともあるけど、もちもちしすぎて、すごいもちもちで、うん、一回り小さくてギュッとしてた、うん、そう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 、ふわっちゃなくて、うん、餅みたいな、そうそう、それはそれで美味しかった、うん、美味しいけどね。そうそう、まあその多分食感の違いだけだから、うん、今回はまあ普通の業務用スーパーみたいなやつ、今日はねコストコの強力粉、うん、コストコの強力粉で全部作ってますけど、はいはい、はい、じゃあ以上で終わろうかなと思いますまあもしかしたら改良レシピ、改良して多分野上を手に入れるのが難しいから、このおうち野上バーサス、そう、高田野上のちょっと飽くなく探求心がそうだな、続くかなかもしれんし、そうそう、はい、では以上で動画終わりたいと思います。高評価と、いいね、いいねも高評価かそうね、重ね重ねの高評価とコメントと、コメントとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまたいつかパン企画しますのでよろしくお願いします。